お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。今回ですね、トゲピーを捕まえていきたいと思います。まずね、トゲピーは捕まえる前に普通にゲットできる方法がありまして、それはどういう方法かと言いますと、ここですね、今現在地はこのナックルシティなんですが、ナックルシティのですね、こっち側ですね、こっち側のポケモンセンターにまず飛んでいただいて、それでですね、ポケモンセンターからこっち側のなんかバトル場みたいなところの後ろに女性がいるんですが、この女性に話しかけると、エレンズってかっこいいより私は憧れてるの、エレンズを連れていたらトゲピーと交換してなって言われますので、これで交換できるって感じですね。交換できますので、これがまず一つの入手方法でございます。交換できます。エレンズでいいの？オッケーオッケー、これで交換してくれるっていう感じですね。あ、こんな感じのやつがあるんですね。ちゃんとエフェクトが、こういう演出がちゃんとあるんですね。まあ、これでまず一回ゲットできるという感じでございます。トゲピーゲット、早速ゲットさせていただいたっていう感じですね。こんな感じで簡単にゲットできます。ちなみにエレズンのゲットの方法ですが、他の動画で上げてますので、ぜひそちらをご覧いただけると幸いでございます。概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。殻の中に幸せがたくさん詰まっているらしく、優しくされると幸運を分け与えるという、うわーいいねいいね。でもこいつに優しくしてさ、自分に幸運があるから優しくするってのは嫌ですよ。なんか 1.5 キロ超軽いな超軽すぎでしょ、 1.5 キロは。まあそんな感じでゲットできるわけでございます。エレズンのゲットの方法は先ほども言いましたが、概要欄に貼っておきますので、そちらを詳しくは詳細はご覧くださいませ、という感じでございまして、もう一個ね、トゲピーゲットする方法ありまして、それはですね、普通に、草むらとかでゲットするっていう感じですね。どこにいるかと言いますと、ここのワイルドエリアですね。ワイルドエリアの橋の葉原っぱの、霧と晴れと、曇りの状態の時にいるということで、今晴れの状態なんで行って捕まえていきたいと思います。レッツゴーっていう感じですね。橋の葉原っぱで普通に、ランダムエンカウンターで出るということで、私もね何回かね出くわしたことあるんですよね。だからそこまで出現率的には低くないと思うんですが、捕まえていきたいと思います。でですね、天候の変え方なんですが、私はですねこうやって設定でね、スイッチ本体のやつを変えて、やりました。私はこんな感じで、現在の日付と時刻から、11月25日に変えましてね、それでやりましたので、ぜひ参考にしてみてくださいという感じで、ただペナルティがあるらしいので、ペナルティを気になさる方はねやらない方がいいと思います。自己責任でお願いいたしますという感じで、多分ね草むら多分どこでも出るんだと思いますけど、多分ねわかんないですけど、それは正確に全部検証したわけじゃないので、ただこの辺で出た記憶がありますので、この辺で私やっていきたいなと思います。ランダムエンカウントですので、こういう感じでちょっとこういう実体化のやつと戦わないでちょっと出していきたいと思います。ちょっといないですね、出てこないです。このビックリマークのとこで行くっていう感じですかね。これ出てこい、一発で来い。いやー来ないか、無理か、来い、来てくれ、頼む、来てくれ。全然来ないですね、来いよ、全然来ねえな。はい、ということでトゲピーめちゃくちゃ探したんですけど、1時間20分ぐらいずっと探してたんですけど、全くいないっすね。全く見つけられないので、おそらくトゲピーちょっとどこにいるか、そう、私は検証できなかったですね。タウンマップで言うと、普通の橋の葉原っぱずっと探してたんですけど、いろんなところ草むらもあったんですけど、全く出ないですね。でツイッターを見たら、どうやらめちゃくちゃ確率低いとかいう話も聞きまして、出会えないっていう話も聞きまして、まあちょっと私ちょっと何回もやったんですけどゲットできなかったんで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ゲットできないっていう感じで、で最後にですが、トゲピーの種族値に関してですが、それだけは報告させていただきたいと思います。ということで、HP が35、攻撃20の防御65、特攻40の特防65の素早さ20の合計245でございますということで、まあといっても多分ねこいつはね使わないですね、トゲピー自体は対戦とかでは。他のやつ使うと思いますので、進化系のやつね。で進化系のその進化のさせ方ですが、トゲピーからトゲチックにするためには、懐いた状態で、懐かせた状態でレベルアップさせればトゲチックになるという感じでございまして、トゲチックに光の石を使うとトゲキッスがゲットできるという感じでございます。でトゲキッスは、光の椅子で進化するって言いましたけど、光の石どうやって手に入れればいいのかっていうと、ここですね、ここでワットを払うことでこいつらが、なんか採掘してくれるんですよね。その中に光の石が入ってたりしますので、ワットを集めてですね、この穴掘り兄弟、預かり屋のところの穴掘り兄弟に頼みましょうという感じで、手に入れることができます。まあそんな感じで多分ね、普通にトゲピーはあの交換で手に入れた方がいいと思います。私ね一回なんかねシンボルエンカウントで
出会ったことあるんですよ、多分固定シンボルエンカウントで。あと普通に草むらでも出会ったことあるんですけど、今回1時間やっても出なかったということで、ちょっとねこれ情報欲しいですね。誰かもし知ってる方いたらコメントいただければ幸いでございます。とりあえずね、ゲットの仕方は交換ということで、それが一番最善の方法なんじゃないかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイビー。Just...